こんにちは、小麦です。前回の動画で何か知りたいことないですか、コメント欄にお願いしますって言ったら、一番多かったのは多分旦那との馴れ初めだったと思うんですけど、旦那との馴れ初めはちょっと別の動画でお話ししようと思うので、今回は今までしてきた恋愛と、粘膜にも傷ができますって話した時に、性行為できるんですかって質問ちょこちょこ来るんですよ。だからそれもついでにお話ししようかな。悪い言い方すれば単純に下ネタになるので、そういうお話が苦手だよって方はもう今回の動画は閉じていただいてはい、ください。病気があるからこう恋愛に前向きになれないですっていう方も、ね、コメントいただいてますけど、どうかな、血が出てるよ。私ね、病気があるから恋愛に前向きになれなかった時はなかったですねなんだろう、突然ね、何も病気のことを話さずお付き合いしてさあっていうのはさ、もちろん相手の人もびっくりするだろうし、だから付き合う前とか、好きな人できましたって二人でご飯とか行きますみたいなことになるじゃないですか、その付き合う前ってね。だからさ、その時に重くなりすぎないように、最近さ、めっちゃ痒くてさとかさ、そういう感じで病気についてちょっとこう話すみたいな感じで、こう相手にこういうのがありますよっていうのを認知させるじゃないですけど、っていうのをして、そこからはお付き合い、例えば向こうから付き合いましょう、付き合ってくださいってこう言われたとして、その瞬間に、私はこういうのがあって、こういう病気で体はこういう風になってるんだよっていう風にもう口頭でお伝えして、本当に大丈夫かっていうのを一応聞いて、でもそれでもいいって言ってくれれば付き合うみたいな感じにしてました。恋愛するのに病気のこと考えてたらもったいない気がするんだよね。誰かを好きになるのはとってもいいことだと思うし、あんまり病気があるからっていう風にしてると、結構人って離れていっちゃう気がするんだよね。この人暗いなみたいな感じの印象を与えてしまうと良くないからさ、病気があってもそれが関係ないぐらいに普通に接してたら、相手もね、普通に接してくれるようになるんだよね。やっぱりあんまり仲良くない状態だと、わあこの人どうしたんやろみたいな感じの風にね、見られちゃうけど、だんだん仲良くなればね、病気ごとも私だと認識してくれるようになるので、そんなんて言ったら難しいな、伝わるかなあんまりね、その病気があるから恋愛はみたいなのはあんまり考えなくていいんじゃないかなって私は思っております難しい、わかる、めっちゃ気持ちはわかるんだけど、そこをずっと考えていてもね、もったいないっていうか、服着てるからさ、普段はさ足とか全然見えてないわけじゃない。でいざ付き合って、一応病気があって、こういう感じですって伝えてても、肝心の、夜ですよね、性行為不安って思うじゃないですか。いや、それは私も思ってたんですけど、とりあえず部屋は真っ暗くする真っ暗くしていただいて、そういう雰囲気になったらさ、その時に本当に大丈夫かっていうのをさらに聞くっていう本当に大丈夫、本当に大丈夫みたいな、マジでドン引きするかもしんないよとかってこう言っといて大丈夫だよってそこで言われたら、それに挑むわけですけど、初めて、その付き合って初めての時は大体相手の人はびっくりするびっくりしたからって、相手の方が萎えるっていうシーンは一度も体験したことないけど、びっくりはするとはいつも言われてましたね。だからってね、その嫌いになったりはしないよっていう風にどの人も言ってくれたけど、ただね、その私付き合っても信用できないとそういうことできなくて、その私の中の感覚があるんですよ。あ、この人は信用できる、この人は信用できないみたいな、っていう自分の直感じゃないけど、その見極めがあって、付き合って、何ヶ月も
性行為を断り続けて、ま、あのやらせてくんないから別れるって言われたこともあるしまあまあそうやって言って別れるやつは、まあ、結局そういう人だったんだなみたいな、私の判断は正解だったなってそこで思えばいい付き合っても信用できれば、まあ、私もそのね、雰囲気にこう乗ってそのままするんですけど、何なんだろうね、あの直感、私の中の直感があるんですよ。こいつはちょっとまだできないなみたいな、付き合ったけどできないなこいつとはみたいなのがあってっていう感じにはしてましたね。質問でいただいてたのは、性行為できるんですかできないんですかってとこなんですけど、まあ、結論から言うとできます。いや、まあできるんだけど、まあ、この病気ってさ、あのすごい個人差がすごいのね。で、私のこのぐらいのこの症状っていうか病気のレベル真ん中ぐらいなんだけど、だったらまあできるっていうだけの話であって、まあ、もっとひどい人とかは多分できないかもしれないね。多分、まあ、ちょっとわからないんだけど、そこはだからあくまで私のこの一例だと思ってちょっとちゃんとあの聞いてもらえたらと思うんですけど、なんだろうね、できるんだけどね、あのやっぱり最なるんだよね、その粘膜に慎重にしていただく必要があります。あとなんかもうすごいマニアックな体とかはできないし、そのなんかこうなんだろうね、摩擦がすごい生じやすい体っていうのがやっぱあるじゃないですか。あ、私はまああのノーマルの体で対応していただくという感じですね。なんかそれ以外はちょっと結構厳しいかも。なんかこう摩擦がこうね、角度がねあまりついてるとしんどいのよ。あの怪我になりやすい、なんかちょっと変にこう摩擦がこう生まれちゃうじゃないこんな話して大丈夫かな本当に、まあ、だからまあできるけど、まあ、慎重にしましょうっていう感じですね。でもあのその性行為したからって太もも、まあ、裏見てもらったら分かるけど、あのならないです。太もものあたりとかその粘膜にはできるけど、性行為した時のそのなんだろう、衝撃っていうのかな、で太ももの方になんか怪我ができるっていうのはない。別にならないわけじゃないけどね、ならないわけじゃないんだけど、なんだろうね、この綺麗なとこって ならないわけじゃなくて、この顔とかさ首とかさ、ならないわけじゃなくてなってないだけなんだよね。ちょっとこれがねちょっと説明が難しいんだけど、もう早くちゃんとした病気の説明してる動画撮れよって感じかもしれないんだけど、ちょっと私が大阪の大学病院行って先生とちゃんとお話しするまでちょっとその動画を待っていただきたいんですよねじゃないとね、ちょっと間違った情報は与えられないって、まあ、前も言ったけど与えられないからさ、この話本当に需要ある聞かれたはいいけど、まあ、前回の動画でお話ししたけどさ、その病気についてあんまり重く受け止めすぎない方がいいっていうのがやっぱりあると思う。これがあるからどうしようどうしようとかって考えてるとね、恋愛だけじゃなくて、まあ、他のことでもさ自信なくなっちゃうからさ、意外とねあの受け入れてくれる人 いるので距離が詰まってから病気のことをね徐々にカミングアウトしていくっていう方針で、意外となんとかなるので、あのぜひ困ってる方いたら試してみてください私の恋愛事情と性事情はこういった感じでしたというわけで今日はここまででございます。インスタのフォローとツイッターのフォローとチャンネル登録、もうこれやればやるほど私こう寿司三昧がちらついてちょっとこう笑っちゃうんだよねまあよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました。